ガチガチ専門下川です。こんにちは。はい、講座ですね、東京でもすることにいたしました。これから毎月ですね、毎月1回日程を組んでいきたいと思います。まず来月の5月の、東京講座なんですけども、詳細をお話ししていきますね。はい、まず日程はですね、5月の14日木曜日です。で、時間はお昼の12時から夕方の5時半までです。で、この講座時間の間にですね、休憩は、こまごました休憩は取るんですけども、お昼ご飯休みっていうのはね、昼ご飯休憩っていうのは取らないんで、昼ご飯はしっかりとね食べてから参加するようにしてください。で、場所がですね、西荻窪です。杉並区西荻窪、中央線の西荻窪駅ですね、南口、出て徒歩2分のところに会場があります。で、詳しい住所等はね、申し込みされた方にはお伝えします。はい、で、講座料金税込みで32,400円です。はい、で、開催決定人数が2名なんですけども、2名以上のご参加で、開催いたします。1名の参加申し込みしかなければ、それは開催しません。はい、で、今のところですね、もう、2名ご応募いただいておりますので、もう、開催は決定しております。あと残り2名様、2名の残り枠がありますので、ご希望の方は早めにねご連絡ください。はい、で、参加定員4名です。はい、で、こんな感じでやっていくんですけども、講座内容ですね、講座内容はですね、ここ、奈良県でこのサロンでやっている1日講座と同じ内容をお伝えしていきます。で、まずですね、どういうことをやるかというと、まず指の使い方です。この点を使った持続圧、コツンとコリに対して点でコツンと押すっていう、この指の使い方をまず、お伝えして覚えていただきます。それからですね、体全体の全身の、効かすポイントですね。で、その効かすポイントの押し方を、全身お伝えしていきます。はい、で、次、参加条件ですけども、これもまあ、全て一緒なんですけどね、ここでやってる1日講座と。参加条件というのは、現役マッサージセラピストさんであること。別に短くたって構わないです。はい、経験があれば大丈夫です。で、あとは、YouTube のガチガチ専門ほぐし術シリーズか、DVD ですね。ガチガチ専門ほぐし術 DVD を見て、しっかりと予習をしてくることです。はい。で、あと親指ですね、親指もしっかり鍛えるということですね。このほぐし術というのは、指を反りません。この力です。この指の力というのは非常に必要になってきますので、ここはね、しっかりと講座までに、こういうのを使って、練習しておいてください。握力を鍛えるんじゃないですよ。握力をやるんじゃなくて、指の先っちょにですね、4指の指の先っちょ、親指の指の先っちょに当てがって、この指の力を鍛えるということですね。はい、これをしっかりね、予習と指のトレーニングしとけばですね、この講座の内容がスッと入ってきますんでね、無駄にならないんでね、しっかりと予習とトレーニングしておいてくださいね。はい、次、お申し込み方法なんですけども、今ね、ホームページでも東京講座のページを作ってるんですけど、今ちょっと準備中なんで、下の概要欄というんですかね、下にね、アドレス貼っておきます。メールアドレス、そちらに、必要事項をですね、記入いただいて申し込んでください。画面の下に書いてありますんでね、そちらからご応募お願いいたします。はい、で、5月終わってまた6月以降もね、日程を組んで東京の方、定期的にやっていきたいと思いますんでね、ぜひ皆さんご参加お待ちしております。